私と同じくらいだよね。って何？どうしてみんな固まるの？ちなみに琥珀ちゃんっていくつなの？14歳だよ。ね、同じくらいだよね。ああ、そのくらいだったような気がするな。やっぱりね。いくつも14には見えないですが、琥珀も別の意味で見えないです。スメラギの重要データが集まるデータ施設、そこになら俺たちが探し求めるパスコードもあるはずだ。スメラギが秘匿するバタフライエフェクト、その保管場所へ入るためのコードがな。でもそれだけ大事な施設ならセキュリティも相当なものではないでしょうか。危険は承知の上だ。俺にはどうしても見つけなければならないものがある。アキラ君がそこまでして探すものが何なのか私には分からないけど、でもどうか無理だけはしないでね。善処しよう。
任せた。
データ検索完了。あとはこれを持ち帰るだけだね。させません。君は前に重力能力者と一緒にいたヒューマノイド。イクス、あなたには感謝しなければいけません。あなたのおかげで私は怒りや悲しみといった極めて高度な感情を理解することができたのですから。感情だと？もともと私はありふれた量産型ヒューマノイドに過ぎませんでした。しかし機械でありながら偶然にもセプティマを発現させることができたため、お嬢様の目に留まり秘書として使えることができたのです。ロボットがセプティマを？それって僕と同じ？あの時の私のセプティマは芽生えたばかりの微弱なものでした。だが今は違う。コントラクト！お嬢様を手にかけたお前に対する復讐心、その感情が私のセプティマベクタードクロスを成長させた。この力で私はお嬢様の仇を討つ。キナス甘いです。キナス甘いです。キナス。参ります。キナス甘いです。キナス。データの解析完了だな。これは、この場所って？二人ともどうかした？バタフライエフェクトの秘匿場所が判明した。本当？やったね、二人とも。それでどこなの？それは出てください。どうしたのジン君？敵が攻めてきました。なんだって？うわ、何あれ。いい、ロロちゃん。僕はあんなんじゃないよ。怖いのです。もしかして
この場所がバレちまったのか。すべてのマイナーズドを見つける。私は爪ヤギの全統括管理員である。ではお前たちの生存の時は今この時に終わった。爪ヤギは大規模攻撃をもってお前たちをインシェプトする。たった今爪ヤギの管理区画内全てに UFO を投下した。動き出したギアは止まらない。最後の瞬間まで長いてみせるがいい。むちゃくちゃなあいつら、世界中にあれを送り込んだんだ。そんな、だとしたら逃げ場なんてない。させるものか。あのまがいものを破壊するぞ、ロロ。行こう、アキラ君。二人ともどうか気をつけて。すまないロロ、助かった。へぇ、所詮偽物は本物にはかなわないってことだね。でもあいつ世界中に投入されてるんだよね。騒ぎを聞きつけてすぐに次が来るかも。
ちらから打って出るしかないか。大丈夫だった？二人とも。俺たちは無事だ。それよりも一つ提案がある。提案なのです？これからスメラギの管理 AI デマーゼルを破壊しに向かう。確かに管理 AI を破壊すればスメラギの軍機能は麻痺し、当面の間攻撃は止むでしょうが、けどそのデマーゼルがどこにあるのかも。場所なら実は分かってるんだ。僕らが探していたバタフライエフェクトの秘匿場所のデータ、偶然だけど同じデータにデマーゼルって単語があった。以前潜入したスメラギ第13ビル、その地下にバタフライエフェクトもデマーゼルも存在している。東大元暮らしとはよく言ったものだ。けどよ兄貴、あのビル兄貴が潜入してからさらに警備が厳重になってるって聞いたぜ。前に使った列車も今は動いてねえし。だがやるしかない。もとよりバタフライエフェクトは俺の目的だ。僕たちはただの子供、ニクスさんのように戦えるわけでは。それでもおとりくらいにはなれるよ。大人たちが残してくれた銃や弾丸だってある。私はもう兄ちゃんを。琥珀さん、俺も行く。ここでじっとしていたって危険なのは変わらねえんだろ。だったら俺は兄貴の役に立ちて。マリアも行くのです。京太だけじゃ琥珀が心配なのです。二人とも。いえ、確かにその通りですね。リクさんたちが敵の新兵器を撃退したおかげでこの場所もすぐに特定されてしまうでしょうし、ここは一か八かの賭けに出るべき時なのでしょう。そうだよ、みんなで戦おう。じっとしていて手に入る未来なんてない。もう誰かに全部押し付けて安全な場所に引きこもるのは夢なんだ。みんな危険を感じたらすぐに逃げるんだぞ。帰ろうね。ああ、約束だ。